ヒラノシオサントリー CM 疑惑で旧ジャニファン激怒。新たな波乱の予感が漂う。ナンバー、アイシャイン X さんは、ヒラノシオさんの誕生日に、可愛らしいホールケーキの写真と共にお祝いメッセージを投稿しました。彼に関する言葉はソーシャルネットワーク上で広がり、多くの人が彼を祝福した。 メンバーや友人から祝福メッセージが寄せられ、インスタグラムには神宮寺優太と岸優太からのお祝いラインメッセージが投稿された。平野自身もインスタグラムで感謝の意を表し、27歳になった喜びを語った。彼はファンに、今年は素晴らしい年になりそうだと書いた。この投稿にフォロワーからは、紫輝くん、お誕生日おめでとうございます。27年の良い年になりますように。 これからの活躍楽しみにしてますなどの温かいコメントが寄せられている。さらに、アメリカ人タレントの渡辺直美さんやアーティストのキャリーパミカミさんも祝福コメントを寄せており、国際舞台での平野選手の人気と注目度が伺える。さらに、ルイ・ヴィトンからのプレゼントやサントリーの CM 出演の提案など、大手企業からの祝福もあった。しかし、このサントリーへの祝賀は波紋を広げている。 サントリーが今後の広告に平野を起用する可能性が示唆されており、特にジャニーズ出身グループのファンから苦情の声が上がっている。サントリー公式ツイッターが投稿した写真では、テーブルの中央に置かれた27個の缶が平野さんと同い年であることが判明した。おそらくこれは、彼が広告として利用され、否定的な反応が広がっているという兆候です。元ジャニーズファンからは、 サントリーと平野氏の新たな広告を楽しみにしている人は多いが、なぜジャニーズと協力するのか理解できない、契約書を交わすのにおかしいなどの批判の声が上がっている。サントリーは以前、ジャニーズ事務所との関係を見直し、新しい地図からカズ・シンゴ、草号、稲垣五郎を起用したが、その経緯がファンの反発を招いていた。今回のサントリーからの祝福を受け、平野が CM に起用される可能性もあり。 旧ジャニーズから飛べに乗り換えているように見えるとの指摘もある。現在、元ジャニーズは再出発の準備を進めているが、広告復帰は進んでおらず、元ジャニーズファンからも反対の声が上がっている。誰かを支持するか支持しないかの権利は誰にでもありますが、平野信用ほど資料深く才能がある人にとって、彼に反対するのは愚かな間違いです。全体として、 平野紫仕様の誕生日は喜びと期待に満ちており、新たな展開を予感させ、コミュニティでの議論と興奮を引き起こします。平野選手の今後の活躍と新たな道を楽しみにしています。